はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマカカーラですね。やっていきましょう。この後どうしようかなと、そうだ、いろいろうろちょろしてみましょうかと。ちなみにこの知恵の道、知恵道かなの後に、邪剣しかめんどくさいね、正直。もういいかなっていう気がするんで、まあ、効率的に良くないです。なんでここにね、池があるんですけど、あ、そうか、もう池入れないのか、これ。そうか、そうか。おーいで。あ、そうだ。魔法がないわ。魔法があれでした。これしないと。これ今ね、あ、まあいいか。どの魔法を装備してるのかっていうのがここでは分かんないんですよね。で、今の水のとこ行っても仕方がないわね。なのでどこ行こうかな。おお、仙人。危な。やっぱりまだ天女の術がいるね。ちょっとお待ちくださいね。じゃあどうすんのというところで、これなんだったっけ。あ、そうかそうか、千の国に戻るところか。今ちょっとごちゃごちゃ言っててごめんなさいね。で、これが白の国か、白の国か。ああ、うん。で、あと一箇所、なんかわけのわからんのが一箇所あるんですよね。というのがね、今これで、これはね、行けないっていうのが大体分かりましたよね。ワープで行っても多分おそらく行けないっていうのが分かったので。で、これがね、白の国かな。で、これが、また別の国かな。白の国と千の国に行けるので、おそらく今の2つがそうなんですけど、あとね、これ。ここかな?これちょっと行ってみましょうか。で、これが終わったらですね、いっぺん元に戻りましょう。元の世界に帰りましょう。元の世界に帰って、あれ、今どこ?あ、このまま真南に行ったらいいのか。仙人か、ちょっとめんどくさいな。死にかけてんじゃない!座禅組むの忘れてた。うわぁ、まあ盗賊だからいいか。はい、で、あ、蒙古人、ああ、お得意様がね、来ました。でもね、結構強いね、この防具持ってんだけど。で、今私ね、あ、そうだそうだ、ここだ、ここですね。あ、違うか、うん、ここここ、あ、ここまでは入れんのか。となると、こっからは入れないんだね。これ動けなくてもね、あ、やっつけよっか。動けなくてもね、敵のエンカウントやってるんですよ、これ。なので、凄まじく移動する術ありましたよね。あれ、乱数入ってると思うんだけど。方向、空を飛ぶ力、久米戦力ね。久米戦力行ってみましょう。ちょっと待ってね。あ、ここの位置で使ったらいいのね。久米戦力はね、これ一定のものなのかどうかちょっとわかんないけど、まあ、蒙古人が出てきてたら大丈夫だね。枯渇、食糧難、食糧難になることないので、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、5歩か、獅子ね、5歩ですね、今ね。はい、6歩、7歩、8歩、9歩、10歩で、このあれか、絵面かで、これで久米戦力を使うと、セーブしときましょうね、一応。めちゃくちゃ来たな。
ワープした今。何何？はあ、もうちょっとリセットリセットめんどくさいからね。ワープしたね。うわ、めんどくせえ。腹立つな、もう。で、今ここでしょ？ここで、ここに来たじゃないですか。で、めんどくさいねこれね。これなんもないよね。あー、めんどくさい。ここね、いやもうここはちょっとズルしちゃおう。ズルっていうわけじゃないんですが、あ、ここはワープしない。あれ、さっきワープしたよね。すっごいエンカウント率だ。お、下でワープするのか。はい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 。いやもうそんなのどうでもいいですよと。おい。そうか、下から入っ、ここがワープなんだ。あー。なるほど。こっちは問題ないんだね。で、ここも問題ない。あー、あっこだけワープするのか。おで、あ、違うわ。で、どうなの？ちょっと、コーヒーいただきますね。で、どうなの？うわ、すごいエンカウント率だね。で、ここ結局何もないもんね。なんかありそうな気するんだけどね。ね、もうね、あ、なんか使っちゃったね。まあいいや。ちょっと早すぎるか。はい。一応ね、これが10歩でしょ。10歩でワープ使ったらダメだったから、じゃあ20歩。1、2、2ね、今。逃げちゃいましょう。3、4、5、6、7、8、9、10。あ、20歩でここか。で、使ったら？は？またちゃんと機能しなくなってんのかこれ。久米戦力ね。あ、久米戦力効かないや。あ、わかりました。そういうことですわ。入れなくなってますこれ。20歩下がったとこじゃ使えないんですね。今度南に20歩やってみましょうか。1、クソだねこれ。でワープ仕掛けてんのかそこ。あ、じゃあここで使えばいいんだ。で、一歩下がって、ああ絶対入れないようにしてんだねこれ。こっから、動かない動かない。ワープできないようにしてる。あ、待てよ、もう一歩。うわー、めんどくせえ。今、じゃあ今黒いところだからワープできないとして、あー、結局そうなるのか。いや、この位置にね、今言うと上から来た場合はここだからダメだと思って、だからここに合うように調整したつもりで行ったらもうここまで行っちゃうっていうことね。あ、ここはいけないということでいいかな。じゃあ戻りましょうか。じゃあ戻っていきましょう。ただ戻るのはどうしたらいいんだこれ。あー、久米戦力できてるから。あ、
そうだね、戻るのはね、あ、普通に上に行ったらいいのか。いや、上に行ってもダメだね。となると、とりあえずこうだね、こう行って、とりあえず装着で魔法で天使の術を一応ね装着しまして、はい、で、あ、かなり飛びすぎたね。この魔法を使うとかなり飛びすぎちゃうので、おおあれ使ったのに。で、こっち行くでしょ。で、装着魔法を、もう個人でも天使の術の使うタイミング間違えたら死んじゃうのね。じゃあ一通りを、あ、しまった、一通り終わったので帰ってみましょうか。一遍、非常にこっからなかったらしくなると思うんですけどね。いや、もうね、マジカルズーさんもね、私もね、もうすんごい悪意持ってやってるんでねもうめちゃくちゃ悪意持ってると思いますよ。で、水の中渡るのはどれだっけ。明日じゃないね、蓬莱でもないね、あ、入居、うん、で入っていけるんで、ここですね、セーブしておきましょう。で、ここで戻れるはずなので、ここでね、白の国じゃないかな、いや違う、千の国か、あ、白の国まで戻りましたね。よっこいしょ、ちょっと待ってくださいね、待ってというか、まあいろいろやっときましょう。座禅組んで、白の国は、ああ、白の国まで戻ったので、海の国で1の国まで戻った方がいいのかな。で、今までの人ちょっと総なめで会ってきましょうか。あと、それだね、あとあれもあると思うんですよ、いろんな条件が行ったと思うので、あ、ここだね、ここにまず沼があるんで、これ見てみましょうか。まだ咲いてないかな。あー、つぼみのままか。で、あ、そうだね、元に帰るのは臨海道で元に戻るんだっけ。そうだね、ここから千駆とローしか行けないんで、臨海道から戻るんだったかな。そうだね、白天道だから臨海道だね。臨海道で元に戻ると、あ、海の国への通路ですって書いてくれてるんで、臨海道まで行きましょうか。あ、でもここにね、あ、そうか、ここ行ったね。あ、白鹿か。あ、また私の魔法がブツブツ言ってたね、今。あ、座禅組んじゃった。天使の術組んなかった。ここは行ったんだよね。うん、これは行ったんだよね、お城ね。よくあんな隠した城を置いてたね。クジャクもダメなんですよね。もうパワー800あるもんね。よいしょ。で、臨海、あ、ちょっと通り過ぎちゃったかな。この辺かな。あ、ここだね、臨海。洞窟に入ります。またあれなんだね。あ、でもそう思うとね、やっぱり、まだ今50個もあったけど、アイテム？古来人参ぐらいは持ってた方がいいんだよね、きっとね。あ、使っちゃった。まあいいや。間違えて、シフトキー押しちゃった。で、装着。まあ、お金はね、山ほどあるんで、リアルでも言いたいよね、こういうことね。ちょっとコーヒーいただきます。あ、もういい時間になっちゃったね。まあ、進捗は少しありましたけど、今週はね。じゃあね、終わっておきましょう。それでは終わっておきます。どうもありがとうございました。